我々が考えました提言書になりますが、はい、はい、この度ありがとうございました。未来構想会議は老朽化が進む競技場の改修や大規模施設の設置など県と政令市にふさわしい施設の在り方をテーマに5回にわたり議論を進めてきました。提言は中心市街地や白山エリアに球技専用のスタジアムを建設してスポーツによるまちづくりと地域活性化を目指すこと、富山型周辺の施設でスポーツの活性化と余暇の充実を実現することの2つを柱としています。未来に向けてですね、明るい材料をきれいに整理をしていただきまして、この提言書をしっかり踏まえてですね、我々、具体的に今後、スポーツ施設の整備について詰めていきたいというふうに考えております。能登半島地震により被害を受けた富山の運動公園野球場については、ハードオフエコスタジアムがある富山型南部への代替施設の建設を提言しました。未来構想会議の西原康之会長は2つの球場の機能分担による住み分けを提案します。機能としてはやはりそのいろんなこう競技性の高い野球っていうものを、まあ、県立の方でやるとして、でどちらかというと市の方で作るものについてはやはり市民とですね、それからまあいろんな最近野球のクラブチームもありますけども、そういったところとかこう交流できるようなそういう施設っていうのがやはり市の方で作られるのがいいんじゃないかというふうに思っています。中原市長は富山型南部に球場を建設する場合は市民に意義を説明するとしています。